これ塗るとあのバターはけ砂糖ついちゃうんでね、しっとりとした目の食感とかそういうのを感じてもらいたい。あ、でもまあもうパンオレ本当シンプルに牛乳パンなんですけど、でもあのここまであの生地をしっとりさせられるっていうポイントと、あとこの牛乳ではなくロイヤルミルクティーにして、でその苦味もあるのでこう焼く時の砂糖のかける量とかその全体のバランス、味のバランスっていうのもお見せできることができたし、グルテンの中のタンパク質を分解しやすくして甘みを出すっていうのが一つのバシの味の方法だから、7分経ってこれぐらいつながってる、ほぼほぼつながってる。いやまだまだもうちょっと OK です、うん、あ、OK、 あ、でも綺麗だ、こうポンってしてるの分かります？これが焼き上がった時にもポンっていくんですよ。ミルクティーの作り方はダージリンで作ってもいいけど、やっぱミルクティーって言ったらやっぱアッサム、チャッパも一緒に、ね、練り込んでいきます。でちょっとくっつくなと思ったら卵塗って、うん、あーすごいよで、ここに熱いうちにまた強く感じると思う、結局流れ出ちゃうし、いや、美味しいんですよ。これね、食べたいでしょ。ほら砂糖ついてるとこの方が味がしっかりして、ついてないとこを食べたらなんかちょっとぼやんとしてる。じゃあ苦いでしょ、紅茶の苦さだけが立っちゃうんですよ。全然なんか味がぼやんとしてる。やっぱ砂糖かけた方がいいじゃんね。これもふんわり柔らかくて、さらにこのアッサムを使っているので、すごい香り豊かな、みんな大好きなパンです、これは。で成形も、まあ、通常の成形なんですけれども、ハサミの入れ方でパンってここまで見栄えが変わるんだっていうのも紹介していきます。